王子駅、王子駅は、奈良県北葛城郡を、寺町9度にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、近畿日本鉄道、近鉄の駅である。本校では、近鉄田原本線の新王子駅についても記述する。奈良県の西部に位置し、以下に挙げる2社4線が乗り入れている、奈良県有数のターミナル駅である。駅周辺には、商業施設や、教育機関なども、 多数ある。JR 西日本の王子駅に乗り入れている路線は、当駅の所属線である関西本線と、当駅を起点とする和歌山線の二路線である。和歌山線の列車には、高田駅から桜井線、万葉真幌場線に直通するもの存在する。アーバンネットワーク内にあり、関西本線は大和寺線の路線相性設定区間に含まれている。関西本線、 山和地線の駅番号は JR931 近畿日本鉄道は王子駅に生駒線が隣接する新王子駅に田原本線が乗り入れている両路線とも当駅が奇襲点となっている生駒線王子駅の駅番号は G28 田原本線新王子駅の駅番号は I43 単式ホーム一面一線と島式ホーム二面四線 計3面5線のホームを有する地上駅で、京上駅舎である。有効庁は1から3番乗り場は8両編成分、4.5番乗り場は6両編成分、4.5番乗り場ホームは、西側の陸橋からはいけない。改札口は、東側の橋上部と西側の地平部にあり、西側は、近鉄い駒線の改札口に近接している。 ホームにはエレベーターが設置されているが、エスカレーターは設置されていない。日中の JR 南馬駅方面からの普通電車は、当駅で折り返す。なら、かも、高田方面への快速電車は当駅より先は、各駅に停車する。構内には、電流線が多く設けられ夜間留置が行われるほか、車両基地の水田総合車両所奈良支所王子発出所も、 あるため仕業検査も行われている。また、駅南側には、保線基地の山和地線保線区と、和歌山線の旗田駅五条駅間隔駅と、桜井線のすべての中間駅を管轄する、王子鉄道部が置かれている。かつては、一番乗り場に、売店、幕の内ではあるが、駅弁も販売、時刻表にも記載されていた、立ち食いそば、ハンバーガーショップ、ドムドムマクドナルド、 中に仕切りがあり、改札外からも店に入ることができたなどがあったが、駅前広場改良工事に伴い解体された。なお、マクドナルドについては、駅前再開発ビルのリーベル王子地下に移転し、営業を続けている。同じく一番乗り場当たんには、コンビニエンスストア、ハートインへの入り口があり、簡易的に改札を兼ねていたが、自動改札機設置に伴い廃止された。その後、 同ホームには、照明写真撮影機と、待合室が設置された。駅長が配置されている直営駅であり、管理駅として、関西本線の郡山駅、大和小泉駅、法隆寺駅、三里駅の4駅を管轄している。アーバンネットワークエリアに属しており、アイコカ利用可能駅でもある、相互利用対象 IC カードは、アイコカの項を参照。基本的には、 蒸気のように案内されているが、ラッシュ時や運用上の都合から、大和地線天王寺方面の列車は一部4番、乗り場から発車する。2012年3月のダイヤ改正以前は、万葉真滅場線の早朝1本だけの電車が3番、乗り場から出発していた。和歌山線方面の列車は、日中はすべて、大和地線 JR 南場駅からの直通列車となっているため、 4.5番乗り場から発車する旅客列車はない。1番乗り場が単式、2.3番乗り場と4.5番乗り場がそれぞれ島式となっている。2.3番乗り場では環球連絡、主に2番乗り場に先発の快速列車、3番乗り場に後発の各駅停車が行われる。JR 南場駅東駅間の系統の折り返しは3番乗り場から行われる。 1.2番乗り場の間には2本の留置線が設けられている。他、2010年4月1日木曜日及び4月3日から6月27日までの土曜日、日曜日、祝日に運行されていた臨時特急マホロバ号の停車駅であった。2011年3月11日まで平日のみ運行されていたヤマトジライナーの停車駅でもあった。 同じ近鉄の駅ながら、生駒線の王子駅と田原本線の新王子駅は、それぞれ独立して設置されている。徒歩連絡で乗り換えが可能で、運賃も両線を乗り継ぐ場合には、投資で計算される。東端式ホーム一面二線を有する地上駅である。ホーム有校長は4両で、駅舎は車止め寄りにある。改札口は1カ所のみで、 長らく古い木造の駅舎が使用されていたが、2006年、平成18年に改築された。ピタパアイコカ対応の自動改札機及び、自動生産機、回数券カード及び IC カードのチャージに、対応が設置されている。スルッと関西対応隠しカード利用可能駅でもある、相互利用対象 IC とは、ピタパの項を参照。特急券及び、定期券は、 駅窓口にて購入可能となっている。駅長が置かれ、生駒線の元山登り口駅から当駅間と、田原本線の全駅を管理している。なお、駅長室は営業所が併設されている。東端式ホーム2面1線を持つ地上駅。北側のホームが乗車用、南側のホームが降車用となっている。ホーム油効長は3両分。駅舎は車止め寄りにあり。 改札口は1カ所のみ。ピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機、回数券カード及び IC カードのチャージに対応が設置されている。なお、当駅では定期券の購入は不可能となっている。2016年度の統計では1日平均乗車人員は24,369人であり、JR 西日本の駅では第38位である。 県庁所在地代表駅の奈良駅を含む奈良県内の JR 駅として、また、私鉄を含めた日本の町村部にある駅としては、最多の乗車人員である。さらに、和歌山線の終点である和歌山駅を含めた和歌山線内すべての駅で最も多い。奈良県統計年間によると、JR 西日本の1日平均乗車人員は、以下の通りである。 駅物の特定日における上降人員の背には以下の通り、当駅は北側を流れる大和川と南側の丘陵地帯に挟まれた狭い平地に立地する。同平地は当駅のほか、工場などが密集しており、住宅、駅前には商業施設、金融機関などが立地している一方、商業地の広がりは小さく、大半が住宅地となっている。周辺ニュータウンなどを 駅税券に含む2014年7月1日から駅周辺が路上喫煙禁止条例による対象区域に指定 JR の西北口及び近鉄両駅側西友を各店舗とし東西二棟で構成される複合ビルリーベル王子が駅前広場を挟んで立地する銀行や飲食店なども入居している JR の南口側 駅前広場周辺には、スーパーマーケットや飲食店、自転車駐車場などがある。バスロータリーは、駅の北口と南口にあり、停留署名は、OJ 駅となっている。路線バスは、奈良交通が運行している、奈良交通西山と営業所の項を参照。高速バスは、奈良交通と京成バスが共同運行している山和号や、 西日本 JR バスと JR バス関東が共同運行しているドリーム号が乗り入れる。2009年平成21年3月14日のダイヤ改正の際に南口に3番乗り場が新設され一部系統の乗り場が変更された。以下、系統もしくは名称、行き先、経由で表記する。2019年3月16日現在。 かつては近鉄バスの国分駅前行も発着していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。